はい、どうも、リッチです。さあ、今回もレジェンド・オブ・キーパーズ続きやっていきましょう。さあ、今回まずね、冒険者倒しに行きますが、今47周なんですよね。つまり次の戦い、まあ、この次の戦いがチャンピオンだろうと思うんで、テジッコ温存のサーラス温存の、これで行きましょう。負傷なし。負けなければいいだけですけどね。もう極力その可能性減らしていきます。ただ、どっちか出すか、ノームかな。君を前に出しましょう、ノール。これでいきます。まあ冒険者かな。明確な違いわかんないですけどね。前衛風と氷たち。最初の攻撃を無効で回復と。スピードが上がってる。あ、君真ん中なんだ。へえ、珍しいね。狙いがちょっとないかな。さあ、どうしたものか。罠ね、増えましたけども、あんまりいいのはないのかなと。アーマーブレイク、あー、ダメ、する意味ないわ。物理がいないですね、そもそも。出血かな。前風物理なんで、イエティオはイエティだね。全体氷が痛いかな。サキュバスは2発で死ぬと思うんですよね。2発はいけるか。24。さらに耐性下がって70くらんでしょう。70% 増えるんで。だいぶ痛いよね。後ろに置いておきましょう。で、氷には耐性がありますよと。いけるか、サリー。頼むぞ。一応トレントは核にはしてますからね。あんまりそういう印象はないと思いますけども。さあ、非常に悩ましい編成ね。まあ耐性的には彼だろうと。氷で言うとね、まあ、ゴブリンかな。ゴブリン出す場合、ナーガの方がいいと思うんですが、ナーガでもいいんですけど、スケルトノード行きましょうか。こいつはね、かなり重要になりますね、今回の風においては。スケルトノードはだいぶ重要だね。使えない場面がないな。さあ、敵の足遅くする罠とかないんですかね。そういうのがもう一番欲しいんだけど。回復できますから、ちょっとのそれならいいんですけどね。いや、やっぱ2発かな。ちょっと食らうな。スローショッカー、少しでも動けるように。オッケー。あ、すげえ超えた。おっそ、敵。オッケーオッケー。まあイエティは死にますけど、あと1回動けるね、2体は。さあ、これ追加のやつが効くようになってるんでね、3の場合だいたい4入るんじゃないかな。追加サックが発生する可能性を高めてるんでね。8になったね。 OKOK。 追加の可能性は高いので、今後もドカー狙っていきたいな。もう耐えたけど死んだか。いや、いい感じの活躍者ね。まあ一応真骨頂よ、これが。もうちょっとレベル上がると毒の敵によりダメージ与えれるんで、そこまでいったら余裕かなってとこあるけど、ちょっと今火力不足だよね。毒にしてからの展開がもっとあればいいんですけど。もう死んだでしょ。前と後ろは死ぬね、ここで。あと君ですが、毒追加しよっか。物理なんでダメージはないですけど、毒の方ね、まあ、しまして、まあ、耐えれますから強化してあげる。あんま使わないけど、こいつ強化できますからね。それもでかいよね。だからこの場合は氷が強化、90ダメージからのダメージが、耐性が低いから140と。いいね。
案外このドラマ使えるな。最初はちょっとゴミのように扱ってましたけども、こいついたっけ、いたかがもう記憶にないな。悪魔は回復できますからね、サキュバス同様ね、使えますがお金にしよう。いやでもこの体力をお金に変えらんないよね。いいか、とにかくもうボスは技の強化、唯一ある二属性技あれの強化以外はそんなにしなくていいかなと。アーマーくらいか。さてさて、サーラスは4レベルか。こいつスピードがあるとこの遅いヒーローに効果与えるでやれるんで、スローかスピードアップをつける。まあそれこそね、コメントでもありましたけども、ハーピーがいるとハーピーより前のやつをスピード上げれるんで、一時的に最高速度に達して全体風を出せると。ただそうした場合、ドラマーハーピーサーラスというね、サーラス風でレメンタルっていう変な編成になるんで、ハーピーによるスピードアップをする場合こいつは出せなくなるから難しいね。サーラス最前線っていうパターンをそこで使う羽目になるのかな、やろうとしたらね。多く上げたいかな。こいつちょっと一点変えよう。お金あるんでね、しっかりと強化していくか。さあサーラス、あ20上がる。忍者というかね、ならず者みたいなやつと忍者よりは遅いですけど、それ以外のやつ全てに速くなるね。これはまずやろう。君は、体力上がるか。体勢の上がり方が良くないな。こいつ上げたいな。あ、てかナーが2体いたわ。ミスってる。こいつのパッシブが使えないからね、風耐性がつきますよと。サキュバスも一つの核として使いたいですが、これいいか、ドラマあげよう。いやサキュバスか、サキュバスはドラマですがドラマにしようか。20増加大きいですね。さあイベント、お金がないんでね、ないですってあげましょうか。その人、ナーが引かせるけど別に入れるやついないな。サキュバス前出してこうかな。非常に強力な風デッキで、スケルトンロードの強化もねしときたいかな。こいつはただ火力が上がるくらいか、あんまり強化したことないんで変わる点が分かんないですけど、まあ、一応この風デッキを組んで、まあただ基本的にはこの3人かな。ナーが強化したらね、前衛に使えそうな感があるんで、そこは出せそうですけど、アーマーの面で言うとね、風の魔人しかアーマーがないというか、他は全マイナスなんで、どう使うかだね、風はね。フルで出すのは難しいかな。さあ、売れます、次で。これ手に取るか。ゴミみたいな集まり方してんな。一個ずつ。一個ずつ集まると。使えるもん少ないと思うけどね。売るナーガしか売りたいやついないんで、イベント見よう。なんかいいのあんじゃないの、ほら来た来た来た。まあそんないいやつじゃないけどね。行きましょう、チャンピオン。これ欲しいのはボスの強化かアーティファクトかな。キャラクターはいいや、もう星付きはいいのいるんで。最低はね、風に耐性のないドルイド来たね。自然なんでね、痛いかもしれないけど。エリアが2体か。たまんないな。どうしよう。毒効かないからな。後ろを殺すか。風をうまく使うと前の敵を無力化できるんでね。そこで、あるので、とりあえず後ろ狙いかな。よくダメージ当たりますけども。これ遅いな。死ぬかこれ。自然の食らって火を食らうか。523じゃ死ぬね。十分死ぬ領域ですね。まさかのノールか。まさかすぎるぞ。木は耐性がほぼないですからね。
逆に言うと弱点もそこまで目立ってないんですけど、うん、いや52の増えるやつやばいか、ちょっとめちゃくちゃだけどこれいいや、もうしょうがないです、エリアなんでね、死んじゃいますから。あ、待ってよ、入れ替えかこいつ、あ、入れ替えだね、氷だけじゃないもんね。さあ、全て諦めたような編成でいきましょう。ここではもちろんね、耐性ダウンかな。さて、全体で自然ですね。風たちは自然に対して耐性はあったりなかったりだね。どちらかというとないか。いや、耐性低いんで、どうしようかな。サーラスいいんじゃない？サーラス全員より速いでしょ。サーラス確定かな。下げるか違うやつ出すかだよね。こいつ出そう。よし。自然食らう、炎食らう。炎は食らわないが自然は食らうか。両方食らうか。体勢下げてサーラスに期待するっていう感じかな。絶対こっちの方がいいと思いますけど、まあこれでいこう。もう何でもいいでしょ、こんな適当に。はい、ボス1個前の罠とか何もないですからね、そういうのは。オッケーオッケー、結構理想的。最初この感じで動かなかったっけ。いやー、まあ、毒にしとく、取り除くと思いますけど。熱い、いやーすげえぐらい死んだな。ドロイド、ドロイドじゃない、トレント、サキオスも消えた。もろい、まずい。この真ん中なんか久々に見た気がするな。あんまり合わないよね。なんかネクロマンサーといつも戦ってますよね。で、食らうね。2回動けたらいいんですけどね。60ダメージを全体に。いや効くね。いや全滅するんじゃないか。終わった。え、これ死ぬんじゃないかな。これかな。全然知らない、まずいぞ。毎ターンこれ開始時回復か、これが効いてるね。死ななくない？これだと。いやー回復しちゃうな。ダメージ的にはやばいやばいやばい、一旦150になってる。オッケー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 、危な。さっきもいけたかな、どうだろう。87、これ倒さないとね。ボス対ボス、これまずいよ。43、自然効かないから。純粋な技の応酬ですが、こっちが60なんか130か。全然お互い効かないんだけど。負けるなこれ。いやー吸えないですもんね、ほとんどね。いや2周目いけないんだけど。初めてじゃないですかこれ、昇進せずに。いやーこいつ難しくないか。上がってほしいな、5なら。
さあ、どうするかですね。あえて左やってみる、これ。ポイント的に、5、5、6あればいけるか。マスターが強いデッキ。マスターが強いデッキって言う。稲妻のダメージ。あ、稲妻いらないかな。稲妻でやけどか。稲妻。これあれだよね。途中部屋の呪文だよね、両方ね。魔法の茨のダメージアップはいいな。これだけ上げようか。トレントのスキルを無視するか。こっちどうせないようなもんですから。これ使うんで、ここ上げて。トレント入れて、トレント強化無視の、これはやけど受けてるヒロに与えるダメージが増える。あー、あ、これ凍傷受けてるとかの場合、凍傷受けてるつけようかな。毒行きたいんですけどね。これがないようなものなので、凍傷の敵に対してダメージ増やすっていうので、組んで茨のダメージを 30% 上げると。ちょっとまた編成変えた感じでいきますか。トレントを無視する感じね。トレントちょっと期待はあんま持てないから遅いですからね。稲妻の強化か茨の強化なら茨の方が絶対いいかな。茨全体なんでね、それ 30% 上げる方が絶対強いから。茨凍傷デッキ属性型かな。これいってみようかな。ちょっと編成はまた変わるかな。いやー、ちょ、これでいってみますか。無駄に一戦いきましたけどね、さっきね。キャラ、あ、ハーピーいる、ハーピーいる。ハーピーね。ハーピーと風か、ここ風デッキかな。氷がいない。氷がだいぶいないぞ。まあ、イエティあげれば氷凍傷つくんで、そこはもういいとして。前衛問題もちょっと解消しようか。ゴーレムもいいかもしんないな。ゴーレムは自然に対して高いガードありますが、それ以外そこまで高くないと。いや、純粋な前衛ならやっぱりスケルトンソルジャーが一番使いやすいかな。耐性3つありますからね。で、エリア自然に猛威振られましたね。というか、また自然か。前は自然の忍者にやられてるんだけど、結局自然ね。あ、ハーピーとかそうか、高いんだね。結構みんな自然ないですもんね。さあ、原点回帰、また自然を耐性すると、耐性すらおかしいか。対処すると、いや、自然に強いのは誰だろうな。自然に強いのはやっぱ火じゃないのかな。ゴーレムの場合火も耐性あるか。あのボスは多分火だよね、弱点は。何かに対処すると何かがなんか目立ってくるっていうバランスなんで、すごいできたゲームだね。とりあえずここまでにしましょうか。いや、2周目こいつクリアできるかな。またちょっと変えましたけど、これならなんか一番個々の性能が上がるんじゃないかなって期待できますね。これ使わなかったんで、使う技上げて、凍傷ができるか分かんないけど、凍傷上げて、で、一応トレントもいると。だ、トレントの比重は下がりましたね。もうこれでクリアしましょう。今回こそは。完全にクリア目指そう。